宮津淳一郎は日本の実業家。第四代日本電信電話代表取締役社長。父の宮津淳は東北大学工学部教授や東京大学生産技術研究所教授を務めた。東京都出身。東京大学工学部電気工学科を卒業し、1958年日本電信電話校舎に入社。施設畑を経験し技術系に精通する。 総裁室企画室次長を経て、民営化後の NTT で、経営企画本部経営計画部長、ネットワーク事業本部長、ネットワーク高度化推進本部長を歴任。1992年副社長付に昇格。1996年6月、第4代日本電信電話株式会社社長に就任する。社長就任時は、 Windows 95の発売を発端とした IT バブルの再生期であり、ダイヤルアップ接続サービスの OCN を始めるなど通信網のデジタル化戦略を打ち出し、もはや電話屋ではない。と、収益構造の転換を図った。一方当時、政府は NTT 分割問題について1995年に検討して結論を出すとしており、先送りを図った。 結論の期限が迫っていた。このことから分割反対であった前社長の小島と分割を求める郵政省とで激しく対立。ミえやはこの問題に情報する形で純粋持ち株会社の下に東、西、長距離の4分割案に合意した。ミえやは NTT の完全分割については否定的で人員削減をはじめとしたグループの合理化策を 進めるにはグループ全体のメリットを考える必要があるとした上で反対を明言した。独特なベラン名な語り口調で誰にでも気さくに接し、社内だけにとどまらず、性関財界にも広くファンが多かった。1990年代末期 ISDN による定額生インターネット料金に関し、 高すぎると批判したソニー社長のデイノブユキとの絶戦で注目された。2002年社長を退任し、2004年まで相談役を務めた。現在は NTT を退職後、2006年3月から社団法人電気通信協会の会長を務めた。2013年11月、朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。